いや、前回、はい、あのエステサロンを開くことになったよっていうことコメントでして、はい、でそれであれです、ね、なんかあのパイパンにしてたらちょっと大陰唇をちょっと切っちゃったみたいな相談でしたよね。しい。<笑><笑>してせでた いあ違,違いましたっけ大妊娠は切ってないそれ,それ多分違う人かなあ違いますかあ,あそうですかそれどうしました、うん、はいオープン日も決まってあイおめでとうございますも変えて、はいでいろいろいるものも買って、はい、だからぜひプーさん、はい、来てくださいよだからそれ素股でどうもあるんですか 何をやってるんですか。<laughs> ないですね。<laughs> え,それ,えそれはえっとそれは誰が施術してくれるんですか。リスナーさんちょっと怒ってくださいこれ。いやだ誰が施術してくれるんですかそれは。<laughs> あ私です私です。私ですあ本ですか。え全然カメラ回していいんで顔出してもいいんで。えちなみにそのカメラっていうのはあのハメドリと。<laughs> リスナーさん怒ってください助けてください。 ハメドりって言葉、ね。変な人がいます。うん。でもど,どこでしたっけ？十号館。ああ、そっか十号館か。十号館。かうん、あ,あじゃあもしかしたら行くかもしれないです。あの<や> D <DM> 絶対来ないやつですそれ。いや D.M かなんかでお店の名前を送っといてください。じゃあ。<laughs> あ、分かりました。うんはい、ぜひぜひ。はい。<ー>はい。 ちゃんとしたいつもね肩こったとか首手とか言ってるんで、うんはい、えちなみにえー、と全身フルでお願いしたらな,などういうコースがあるんですかちなみにあもう、はい、基本的にメインはオイルマッサージで、はい、頭から、はい、はい 中も足先も全部入れてるんで、うん、あそれで何分ぐらいなんですかえ長っえじゃあ例えばじゃあそれフルで120でやってもらうとしたらおいいくらぐらぐかかかるんですかえっと、はい、ホットペッパー使ってもらうと割引が今ちょっと業者さんと相談してるんで、はい、まだ確定ではないんですけど、はい、で えっと、標準で1万4000円ぐらい、はい、え安くないっすかえ120数、ね、あそうですそうですあ,あえてですねまた来てもらえるように、はい、あんまり儲けよりも、はい、また来たいなと思ってもらえるように、はい、ペットも導入あの連れてきてもいいんですよそれは嫌です気 <laughs> が回るから。 毛がまってるところではつけないです。僕、あの猫アレルギーなんで。あ、ちゃんとキャリーに持っあの。ご離婚にできる子だけなんですけど。そう、全然、あの価格は十五かだけど。本当にもう高くすると。結構ね、今。皆さん。頑張って生活してるから。なかなか手が出しづらいじゃないですか。だから。 俺だったら多分、うん、通常単価よりもちょっと高くしてたっすね多分ん本んですかなんでか,、うん、なんでかっていうとえっ、ー、と途中からじゃあこれでやっていけないってなった時に安すぎるってなった時に、うん、途中から値上げするとああそれはそうですねはい値上げの印象ってすげえ悪いっすよだったら最初から、うん、えっとこうなんかえっ、ー、と 高い値段に設定してておいて、えー、とじゃあしばらくオープンから半年間は来てくれた人にじゃあ、えー、と半額チケットなり3分の1とかまあじゃあ何十パーセントオフとかのチケットを配ったほうがよかったっす。うん、はい、まだ金額はいくらでも買えれる段階なんで。あ本当ですか。俺だったら多分そうするっすよね,すね多分。 あのやっぱり技術職なんであの自分の技術に対してその低い値段をつけてしまうっていうのは、えー、とここの人自信ないのかなって思われちゃうんですよ。あ逆であの自由が丘っていう土地柄的にも、まあ、ある程度、うん、あの富裕層もいらっしゃるんで。 そうでですすね、はい、めちちゃくちゃく住宅街ですだ,とだとしたらなおさら俺だったら単価上げるっすよで単価上げてどうしても先に最初あの回転を上げたいんだったら割引チケットを配った方がいいっすなるほど、はい、えちなみにどののくらいの単価にしますうん相場いくらぐらいなんですか逆に相場は大体多分2万ぐらいだと思います、うん、そうっすよね俺だったら2万5千円にするっすね、うん 2万3,000か,、ねうん、から2万5,000にするっす。で、えー、とその代わり、えー、と俺だったら、うん、これが他のとこよりも他のお店よりもうちはここが強いですっていう強みを打ち込むっすめちゃくちゃあ強みは、うん、あのノーマルでもう、はい、全身にホットストーンをつけてるんですよ、はい、あと、はい、オイルも、はい、あの すごい高級オイルを5種類用意して、うんはい、その中から選んでもらえるのと、はい、あと100%純正のアロマオイルも用意して、うん、で匂いを選んでもらってっていう形にして、うん、もう本当なんだろう使うものはもう一級品みたいな感じになってますね。うんうん、だとするとそれをとにかく打ち込むっていう。で そのうー SEO 対策をどうしてるかっていうところなんですけど今インターネットなんで結局宣伝って。ですよねー。SEO 対策をどういうふうにしてるかっていうなんかそこら辺考えてます一応あの、はい、その強い人に相談して、うん、それはあの全部私一人でできないんで、ま、ちょっとお願いしてますね、うん、俺だったらあの例えば t i k t o k なり。<laughs> う,ん、うんとインスタグラマーなりそこを一番最初にポンと使うですねそこに広告費として例えばえとなんかインターネット広告打つよりもあのネットで例えば YouTube に広告差し込むとか,か TikTok に広告差し込むとかそんなんやってもあんま意味ないんでだったらあのプロップスがある TikToker かあのまあ t i k t o k e の方がいいかなと思うんですけど TikToker かインスタグラマーに動画撮ってもらって。 それせあの、うん、打ってもらうっていう方が多分得策かなっていうああいうのって一件あたりの相場いくらなんですかねうんものによるっすね TikToker がどのぐらいの単価でやってるかわかんないですけどー要は TikToker で若年層なんで例えば YouTuber だったら、うん、えーと YouTuber に1本動画撮ってくださいっていうじゃ例えば100万人のチャンネルだったとしたら1本で200万とか300万っすね。うんへー でただ TikToker がそれ,、うん、それこそ若年層だからそれこそ20万30万でやってくれる可能性もあるしだどのぐらいの相場なのか俺 TikTok 全く触れないんで分かんないですよねだからあの多分グーグルは出てくるですよ TikToker に、えー、と広告打つのに大体どのぐらいなのかっていう TikToker 案件単価みたいなあーなるほどそうそうそうそれでグーグれば多分出てくるっすね でそれがそ、ね、例えば、えー、と高校生とかまあ女子大生とかだったら、うん、<laughs> あの単価低く抑えられそうな気がするんでなのでそこら辺で僕は、うん、多分 TikTok を狙うっすかねちょっと見てみますね、うん、私はあんま TikTok 見ないんで、うん、はいはいはいだから TikTok の美容系でフォロワー多いやつとかああ そういういいいところに案件を触れたら一番いいっ,すよねっていう <laughs> ん<ー>でまあその TikToker に案件振ってみて<ー>まず一気に何人もに振らずに<ー>あのとりあえず TikToker に1人だけあのフォロワー多めのやつ1人だけにボンって打ってでそれでじゃあその。 えとそういう広告打つ時に大事なのって何かっていうとその広告を打ってその広告を見た人に対して特典がありますっていうのが普通流れなんですよあの広告として広告代理店やってたことあるんで昔あの、はい、そういう広告打ってじゃあ広告打ってその t i k t o k e の TikTok 見たって言ってくれればじゃあ今回の,その、えー、と料金をじゃあ10%引きますとか。 15パーセン20パー引きますとかっていう風な、うん、そういう特典をつければ、そうすれば何人そのフォロワー、えっ、ー、と再生数がまあ再生数は TikTok 見れないのか、見れるか、えっ、ー、と、うん、その人のえっ、ー、と再生数とかフォロワー分のえっ、ー、とどのぐらいがその人から集客できたのかっていうところが見れるじゃないですか。うん、はい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 。そうするとデータ取れるんですよ。だからえっ、ー、とそのその TikTok を見た。 えーと誰々の TikTok を見たで10%オフってすればそれ受付で全部こうはい、はい、カウントしとけばえっと例えばじゃあ最初のその動画アップしてからの最初の3日間で何人1週間で何人でいっえーと2週間で何人3週間で何人4週間で何人,で何人1か月で何人っていうでそれで1か月間で約じゃあ100人来ましたとあーじゃあ TikToker にえーと美容系の t i k t o k カーに 案件依頼したらこのぐらいの,あの集客が見込めるんだなっていうところで単価と,、えー、とその費用対効果っていうところをこう整理すると、うん、あのその広告効果っていうのが出てくるんでっていうことだったりするんですけど。 すごいコメントさんで、うん、イケメンのカウンセリングをつけて単価を上げたりして <laughs> 女性しかセラピストいないなんですよ <laughs> そうですねだからあのカウンセリングに関してはそのうんそうですね単純にその,そのなんていうんですかね人でつるのあんま俺よくないと思ってて実は。う えとその人目当てでお客さんが集まるんであればその人がよっぽどのバカでない限りその人独立するんですよ。うん、だって自分で人集めれちゃうんですから、うん、だから雇われて自分でこんだけ集中自分のじゃあねそれ自分がイケメンだからっていうところで自分が集客できるんであればその人速攻独立するんですよね。 頭悪くなければ確かに、はい、だからそこで釣るのってあんまり得策じゃなくてうん、うん、って俺は思ってるんですけどね、うんまあ、僕こう見えてあの前職があの今日までやってた仕事がコンサルなんで僕実はああそうなんですねです、はい、へえ<ー>だからまあ,あのそういう感じで僕だったら単価上げますけどねっていう ちょっとそこをまず考の方がいいですね。うんうん、でそれで単価上げた状態で集客できるんだったらそのままキープすればいいしあこれじゃちょっと厳しいかなって思うんだったらうん、うん、そこって、うん、まあ要はえっ、ー、と何て言うんですかね工賃なわけじゃないですかえっ、ー、とその何て言うんですか、ね、えっ、ー、とエステって。だからそ,のそこを単価を単純に下げるっていうところなんで、はい、だけで済むんで。 そうでですね、うん、でホットペッパー割の金額を月ごとに変えていって割引で下げても全然いいんで、はい、そうですねだからなんかでもその月ごとに毎回毎回パーセンテージが割引パーセンテージが違うっていうのはえっ、ー、と、うん、あんまりよろしくないんですよ。っていうのは、うん、先月言っとけばよかったなんで先月30%だったのに今月10%なんだよっていう。<ー>だからそこの 今月10%だけど来月30%の30%の理由が必要なんですよ。なるほどオープンから3か月記念なんでっていうとかう半年記念なんでっていうところでじゃないとあの10%だった回の人たちからの不満が出ちゃうんですよ。はいはいはい、確かに確かに。だから何かしら理由をつけてぐんと下げるんだったらその割引のパーセンテージ上げるんだったら。 あのそこに何かしらの理由を必ずつけないとあの、うん、割引率が低かった人たちからの不満が出ちゃうんで、うん、そこら辺は必ず理由付けが必要ですねわかりました、はい、頑張ってください <laughs> ありがとうございますいい、ね、あとあの、はい、後ろのランタンって LED ですか、はい、LED です全部、えーはい めっちゃ綺麗ですよねオイルじゃないんですね。ねオイルじゃないですこれ全部 LED です。だからこれ24時間ついてます。これずっとこの部屋。つきっぱなしです。えメーカーとかって何ですか分からんす。あ特にこだわってなく。うん。なんか USB で充電できるやつですね。あありがとうございます。綺麗、うん LED、の これなんだっけえーと、なんていうんだっけ ?LED のなんていうのかなえーと、ディスプレイライトとかで。あー多分。そう。LED スペースディスプレイライトとかで出てくると思うんですよ。ちょっと見てみます。うん。ぜひ,ぜひ。<laughs> じゃあちょっと、あと、あのー、決まったらまた DM させていただきますので、ぜひ、はい。 了解しました、はいあ。ありがとうございます。は,ーい,い,い,はーい、失礼します。ーししまーすああ、やべえ。コンサルティング料もらわなきゃ。<laughs> コンサルティング料、おっぱい。ごもみでお願いします。